はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、 KK でございます。じゃあ最大の希望、夏目戦やっていきましょうか。まあ、とりあえずエスパータイプを頑張ってメタらないといけないんで、ちょっと選んでいきましょうか。はい、パーティーの方決まりました。こんな感じの6匹でいきましょうか。正直これで大丈夫なのか分かりません。勝てるのかどうか知りませんが、まずはやってみましょう。まあ初手はエスパーじゃないよね。まあそうだよね。なるほどね。地面の裁縫音がちょっと怖いか。何から入ろうかな。何から行きましょうか。バーナードはね、白竜が無理だから。初手はなんだかんだ誰がいいんですか？ゴースになるのかな？なんだかんだ初手ゴースが安定してそうだね。で、ゲンガー入れときまして、ラスイッチ。何が辛い？やっぱ裁縫音が辛いよな。毒クラゲ入れとこっか。てな感じで3匹でやっていきましょう。さあ、初手なんですか。サル。ゴリラチンパンジー。サル。ゴリラチンパンジー。引っ込め？ちょっと待って。やべえ、引き先いねえ。やべえな、引き先がいねえ。これ耐えなきゃやばい。うーわ。ちょっとやばくない？勝ち筋としては何が、いや振るしかねえわ。振ってキネシス冷凍パンチでかい。この時代は特殊だからまあまあいけるよ。さあ穴掘ります。これちょっとまずい。ノールカップ鉄壁殻にこもる。これまずいな。耐えて OK。 一発耐えるんならここはもうやるしかない。一旦吹き飛ばします。さよなら。ちょっとやばい。猿はえげつなさすぎるんで一旦ちょっとね。これやばいな。猿倒すだけで2匹持ってかれた。あと裁縫音と何がやったらいける。ドロポン半減やめてよ。裁縫でかい。オッケー。じゃあドロポンで吹き飛ばせるからこいつは問題ないとして、ラス1だよな結局。さあ行ってこい。ハイドロポーンプ。オッケーオッケー。まあ無駄急所4倍弱点なんでね、さすがに持ってく。さあラス1。白竜はやめて、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 白竜マンキー。マンキーかー。穴掘り持ってそうだな。ハイドロポンプしかない。さあかっ飛ばせハイドロポンプ。ズラいけいけ。イエーし。さすがの特殊。クソ高いからな。特殊148だっけ。もうゲンガーとほぼ同じ。
特殊を持ってるからね、さすがに火力高い。あぶねー、負けかけた。まさか初手で負けるかけるとは思わなかった。本当にトレーナー位置で炎統一、あ、勝ちました、あ、勝ちました。勝ちましたと、勝ちましたと、これできます。はい、勝ち申した。毒クラゲのハイドロポンプで3立てです。はい、キューコン、お疲れ様。アイランド一発目いきます。はい、クラゲちゃん飛ばしちゃって、行っちゃって、ズーン、ゾカーン。はい、1匹目。って考えると次のカツラ戦余裕だな。毒クラゲ出しときゃ絶対勝てるもん、余裕じゃん。はい、ロコンちゃん、かわいい、かわいいロコンちゃん。水でベッドベトになってください。はい、そのヘアスタイル崩してあげましょう。ズーン。ね、タイプ相性ってどれだけ大事かっていうのをね、このさっきの試合とこの試合で分からせてくれますね。本当にどれだけタイプ相性というのは大事なのか、技の相性っていうのが大事なのか分かりますね。やめてください。もうずるいって。あ、いいやねんこいつ。まあええけど、ええけど、ツノドリルもう効かないコンビが裏に控えてるんで、裏にはもう効かないコンビがいるんで、何かあったら怖いんで、もう自爆します。持ってくっしょ、自爆だったら。もうもう何かあった時は怖いんで吹っ飛ばします。耐えられた。あれ、まずくないこれ、あれ、まずくないこれ、あれ、毒クラゲとゴースどっちが早い。これゴースのが早くなければ、上取られてんだけど、取られてる上、もしかしてこれ、もしかして、やばくない、上取られてたら負けなんですけど。あ、火の粉かーい。ブーン。急所でも死なねえわ、急所でも確定3発かよ。はい、まあ、言うて炎技この時代全部特殊だからね、地震とかなけりゃ余裕っしょ。オッケーオッケー。まあ角ドリルで、クラゲちゃん持ってかれましたけど、まあ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 余裕余裕。さあ3人目、鬼頭氏。こっからエスパー来るんじゃない。まあ鬼頭氏だからゴーストタイプはいっぱい出してくるんだろうけど、だよね、実質毒統一。実質毒統一、ベロリンガも舌が気持ち悪いんで実質毒、実質毒統一だったら、まあ、ゴース出して、ゲンガーはね、自爆が効かないので、モルフォンか。モルフォン。で、ラスイチ。クラゲがクソ面倒だな。バナ行くか？いや、ゲンガーでいいのか、もうこういう時は。いやでもゲンガーなー、効かねえやつが多すぎるよなー。でも下3匹めんどくせえし、ゲンガー入れとこっか。行きましょう、この3匹で。まあゴースのキネシスで多分3立ていけると思うんで、全部毒だったら。お。まさかのミラー、まさかのゴースミラー。行きましょう、最後キネシス。エスカってる、負けてんじゃねえかよ、おい。相手のが HP 高い。相手のが個体値高くね？個体値は固定なのかな？ただ努力値？相手のが努力してんだけど。え？ちょっと待って、これ。あれ？ダメージの差が。
ありすぎじゃないか、ちょっと。あ、これまずいな。やっちゃったわ。同じゴースなのにこんなに違う。まずいな、これ。これゲンガーで、多分 S は勝ってるから、ナイトヘッド2回で倒すしかないか。そうだな、ナイトヘッド2回で倒します。さすがに S は勝ってる。さすがに進化前で進化後だからね。で、キネシスはまあ効かないっしょ。特殊高えもん。めっちゃ下げるやん。まあナイトヘッドでまあゴース突破します。でもこの後がやべえぞ。いけるか。この後だいぶやべえよな。誰が来るよ。ゲンガークラゲか。いや、もう特殊下がってるからね。ここはもう自爆で持ってくしかない。特殊下がってなかったら一発は耐えると思うから、指振って一回様子見しようかなと思ったんだけど、さすがにきついんで削ってもらって、で、モルフォンだし、確かモルフォンの方が S は早かった記憶があるんで、いや、どうだろう。S100 族でしょ、ドクロクラゲって。この時代 S100 族なのかな？今100なんだけど。その辺でだいぶ変わってくるんですが。S は負けてる。外して外して外して頼む、外して !OK! よし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 。クソデカ。で、サイケ光線で持ってけたらでかい。ああ、持ってけねえ。まあ、混乱したからいいよ。さすがの特殊か。高えわ。まあ、混乱で自称してくれたらいい。自称。自称。いやー、きついなー。ラス1次第。ゴルバットでワンチャン。でも翼で撃つあるか。ゲンガーゴーストもきついしなー。ベロリンガかゴルバットじゃないときつくない？さあ、ベロリンガ何してんだよ、こいつ。ここはね、一回超音波打たないと無理。一回混乱しないときつい。オッケー。でも、自称してくれないと無理。超音波。お互い超音波。外して外して外して。うわぁ。うわ、きつー。頼む。 OK。 うわー、ダメージ効かねえ。これ毒毒がいいかもしんねえ。嫌な音。うーわー、これちょっとちょっとちゃん大した技がないことを祈るしかない。当てて。よし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 。頼む。嫌な音しかしない。ナイス自称。オッケー、ナイス自称。オッケー、でけ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 。クソでけクソでけ。これ混乱解けた時はやべえぞ。サイケ光線。頼む、動け。うわー、ちょっとダメそれは。うわー。これワンチャン自称でやられる可能性あるんだよな。やばいって。頼む、混乱解けて。頼む、混乱解けて。やばいって。あー、もうかー。さあ、いくぜー、リベンジマッチと行きやしょうや。前回は、ゴースミラーを果たしてしまい、サイコキネスの打ち合いで負けちゃったということなんで、初手は、クラゲから入ります。ドロポンで一気に飛ばします。で、裏にゲンガー置いて、で、ラス1にゴースって感じで並べておきましょうか。
では対戦よろしくお願いします。これで行くしかない。初手ゴースミラーは避ける。絶対に負けるから。はい、ゴースミラー。なるほどね、じゃあハイドロポンプぶち込んでいきましょうか。 S はこちらのが速い。ズーン、ナイス急所、素晴らしい。オッケーオッケー、さっきとは全然違うよ。こちらはちゃんと学習しておりますから。さあお次のプラーゲーモン、クラゲ。あー、一番やめてほしいかな一番やめてほしいかな、その対面は。正直どうしようもないんだよな、その対面。ズーン、引かねー。あ、これ引きます。あ、うまく決まんないんだったら、じゃあ巻きつくわうまく決まんないったら巻きついて、じわじわいくわ。もう僕やめねえからな。僕は学んだんだ、4つ目のジムで。結局害悪行動が一番強いってことを学んだんだ。あー、引っ込めちゃう。ナイス。でゴーストが登場。オッケーオッケー、だったらもういけるわ。裏にクラゲ残しはね、負け筋だよ。ハイドロプーンプ、ズーン。さすがに進化後は耐久。君がサイコキネスを覚えてるのは反則だと思うんだが、だったら僕のゴーストにもサイコキネスを覚えさせてもいいんじゃないか。まあいい、ハイドロポンプで吹き飛ばしてやんよ、ドゥレー。はい、確定のやつ。結局クラゲが強いんですわ。でラスト、毒クラゲ対決という、非常に醜いバトルが発生しますが、まあやるしかないか。僕はもうハイドロポンプが火力出るし、ドロポン打ちます。はい、ズーン。これは勝ちもうしたね。超音波で混乱したら引きます。混乱しねえな。これね、多分超音波連打してくるんだよね、混乱するまで。なので安易に引くわけにはいかないんですよね、まだ。さあ居合切りで削っていきましょう。まあそもそも毒クラゲでも突破できるか。いつまで撃ってんだ超音波なんて。あ、混乱しました。じゃあ引きます。じゃあ素直に引かせていただきます。ゲンガーでいきましょう。でゲンガーの自爆で勝ちなんで、ナイトヘッドはねギリギリ位置残っちゃうっていうね、悲しい HP をしていますので、自爆で持っていきましょう。嫌な音だよね。そうそう、超音波当たった後は絶対違う技を打ってくるんで、ここで混乱はないと。そして、自爆で対戦ありがとうございました。よし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 。まあさすがにね、2回目なんでちゃんと対策はしますよ。まあ、正直毒クラゲミラーだったらやってらんなかったなっていうのは思う。初手で、初手ゴースミラーみたいな感じで、初手毒クラゲミラーだったらちょっとマジでめんどくせえなこいつって思っちゃったけど、まあ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 、初手ゴースなら勝ちっすよ。オッケーオッケー。さあ問題はお次でございます。いきましょう。勝てますかねフーディンいるだろうな。そう、フーディンをどうするかなんですよね。はい、いました、フーディン。ナッシーもいました。ルージュラもいます。あーどういう感じでいくんだっけ。 あれだ、モルフォンのシビレゴナからの二毒院の角ドリル行きたいんすけど、初手からね、フーディンの可能性はそこまでないんで。てかこれ、物理アタッカー入れときゃよかったか。あー、しくったな、これ、角ドリルいけないかもしんねえな。いや、多分こういう変なことしない方がいいかもしんねえ、これ。これ、変なことせずに、上から叩くのが正解かもしんない。ゴースはダメなんですよね。
スノードリル、まあ、ワンチャン、スリーパーなしあたりだったら素早さ変わってるかもしんないから、今作、この時代のその一撃必殺はだって素早さが高くない、相手より高くないと当たんないかな、そもそもが。これでいきましょうか。ちょっと何も考えてなかったな。一瞬そのしびれごな、あーこれやばい、一番やっちゃいけない対面果たした。あーちょっと待って、じゃあ2度くんいきます。一番やっちゃいけない対面、この対面一番やっちゃいけないんだよね。毒クラゲが唯一苦手とするポケモンだから、ヤドリギだったらいいよ。外してじゃん、せめて外して。オッケー、オッケー、なかったことになった。オッケー、じゃあ S 勝ってるような、なしクソ遅いやな確か。だったらいけるはず、いけ、スノードリル、ドゥルーギャー、これが夏目対策や。結局一撃技が強いんですわ。S 負け出たら無理なんですけど。風鈴。あー、なるほどね。S は負けてるんで、もう角ドリルは打てません。じゃあ、できるだけ、削っておきましょうか。これ、毒毒の方が、いや、B 低いから、ステミタックルでいっか。サイケ光線。あー、キネシス持ってないの助かる。進化後特有なやつだけど死んじゃう。進化後特有なやつだったんだけどな。じゃあゲンガどうしよっかこれ。これね、初手から呪縛かましてもいいのかなって思っちゃうんだよね。サイケ光線でしょ、一発耐えると思うんだよな。これ指振ってもいいよな初手。あ、S 負けてる、やばい。やらかした、やーべ、やらかした S 負けてた、やっちゃった、やっちゃった、もう負けたこれ。あー負けました、やらかした、やらかした、素早さ負けてる。うーわー、これ選出は間違ってなかった。次絶対いける、次絶対いける、次にかけよう。もうクラゲじゃ勝てない、もうクラゲじゃ無理。さあ行くぞ、リベンジマッチや。戦い方はさっきと同じで大丈夫。クラゲ初手、二度クイーンで、ゲンガーだっけ、ゲンガー、これでいい、いきます。戦い方はこれで OK、 ナッシーだったら OK、 フーディン、フーディンから入ってくるか。これ負けかな。初手フーディンは負けくせえな。あーこれまずいな。いや持ってけないよね。これ負けっすかね。いやまだワンチャンあるっちゃあるんだよね。もうクラゲはもう捨てていくしかない、なくなってるから。でここでゲンガー出しの自爆になるんですよってなっちゃうわけなんですよ。ここ自爆以外打てないんで、
このフーディン初手から来られるのが一番きつい。さあ自爆で一緒のお亡くなりになるのはいいんだけど、あとはナッシーと、あと S 遅い、なんだあと S が遅いナッシーと何かバリアードやったら多分勝ってるのか、アニドくんやったら。あとはもう S が遅いポケモン2体やってきて、それを全部角ドリルで狩り倒すっていうのが勝ち筋でございます。もうフーディの倒し方もこれしかないしな。さあ胸を揺らし、オッケーなし、オッケー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 、こいつは持ってった、オッケー、こいつはまず持ってける、こいつには勝てる、こいつには勝てる。さあ持ってけ、角で一発いっちゃって、なんくそ、まあしゃあない、外れるのはしゃあない。あー種付けされた、子供ができちゃう、持ってくしかない、頼む、当てて当てて当てて、当てろ当てろ、ズーン、オッケー、よし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 、まずは一匹頼む頼む、バリアードバリアードバリアードバリ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 、スリーパースリーパーだったら S 買ってんじゃない、スリーパーだったら S 買ってる、スリーパーなら S 買ってない、 S 買ってるっしょ、スリーパー S 買ってるって、勝ってる、いくぜ、ツードリル、ジュイーン、ジュイーン、ジュイーン。あー気持ちいい。フーディンだけですね、夏目さん。フーディン以外、ザコザコですね。あー気持ちよかった。気持ちよすぎて、行きそうやったわ。ほぼ行きかけました。よーし、まあまあまあこんなもんっすわ。お次は桂さんでございます。ではまた次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。